怒っている。これだったらでもなんか違うんよ、いつもと。なんか立っていつも横向いてやってるのに、なんかそうドアップになるのよ。やだ、なんで何回も挑戦してるのに。今までこんなことないよ。でも縦にするとね、ずっともっとドアップになっちゃうんだけどね。えなんか変だよね、なんでだろう。なぜだ、これ縦にできないのかな。ああ、うわあ、できない。できるっちゃできるけど。怖いもんな、ポンってなりそう、携帯が今やったら。これでいい、これでいい、ごめん、なんか変。うん、これでいいって、せっかくなんか、寝れながら見てください、みんな。もう時間的に寝る時間だから、こう寝ながら見てもろって。そう、モカはねいつもね、こんなことはないからね、びっくりしてるんですけど。寝転びながら、待って見てね。転びながら合ってる、これ。もうね字もね逆なんよ。こうなんよ、見にくい。寝転び、うん、そう、もうねコメントがこっちこう流れてるから字が読みにくいんよ。これでやっけ、いや画面の回転のロックはちゃんと解いてるんですよ。そう、ももかもね、もう配信歴何年だ、もうちょっとね1000日ぐらい以上やってるね。以上やってるからあれだけど、もう3年ぐらいはやってるはずなのに、だからそう、そうだよ、ちゃんとベテランだよ、配信ベテランだけど、今日はちょっと無理だった。寝転びながら見てもらおう今日は。ちょっと結構3分4分ぐらい試してたんですけど治んなくて、ちゃんとロックも解いてるんですけどなんか治んなくて。なぜだね。そう、なんか星じゃなくなってるんでしょ。アップデートしました、今日。さっきっていうかちょっと前くらいに。確かにスマホ落とされる、鼻痛いってなる。あつもちゃん、そう、
ももかさんは今日なんか横向きにならないくなってまして、なぜか寝転びながら見てもらう配信になってます。そう、もかもコメントがね、コメントがねちょっと読みにくい一つのコメントにこうちょっとこうやって顔を向けないと。キラキラ星、かわいい、かわいい。そう、ちょっとコメントがいつも以上に遅くなってしまう、読むのが。これがそう、モカもこうなる。モカは寝転んでないから。そう、これなんかすごい、これ星入ってきてくれた人の数じゃなくなってるんだっけ。寝転んでみてね。寝落ちしちゃいそうだね、寝転んでたら。画質いいの？そうなんだ。どこが映ってるか分かってない。ここら辺めっちゃドアップで映ってるのかな、これ。私は結構この画面に、え、めっちゃ、え、もうかめっちゃなんかドアップなんじゃない、これ。気のせい、これめっちゃなんか、すこすこ、アップ、画質がいい。いっか、たまにはちょっとアップぐらいでもたまにはね。なんでだろうね、なんでんだよね。あ、173、アップ系の配信に見える。電源はもう時間がなくて入れ直せなかったんだけど、一回アプリをこうやってシュッてのけてもうやったんだけど無理だったの。全然消してみた方がいいかな。早くして眠たくない。眠たい。もう顔がね、今日なんか休憩中とかずっと寝すぎて、もう顔がもうトロンってなってる。あ、確かにもう一個端末があれば。23時起き。もう一回1時半に起きた。画角が面白い？再起動しようかな。めっちゃ寝る時間、そう、めっちゃ寝る時間だった。で、ももはめっちゃ今日眠かったもう、早起きチャレンジつけ、起きたいよ、ちゃんと。
伊藤もつくしもありがとう。なんか今日 ABC の B だったんですけど、結構人がいっぱいで A と C に A と C に女性の方が座って、それで多分めっちゃもも寝てたからめっちゃクラクラしてすんごい迷惑かけちゃったかもしれない。今日久しぶりに来たら塩か、そう変わってるんだけど、この価格は今日限定ないよ。 P は若干広いです。あ、そうなんだ。なんかちょっと聞いたことあるかも。でもめっちゃ寝るとき頭がグワングワンする人で、あ、そうメンバーじゃなかったから隣の方ごめんなさいって感じかも。でも桜花のね隣の方も寝ててちょっと頭がってなってたから、あ、じゃあ大丈夫かと思ってそう、でこの間 D と E だっけ、 D と E でココアさんと隣だったんですよ。でもか、そう肩に寄りかかったまでは言ってないか言ってるか分かんないんですけど、もう自分がこうやってめっちゃココアさんの方にこうやって、ね、寝ながらこうこうやって言っちゃって、パッて目が覚めてはぁってなって、ごめんなさいってなりました。それぐらい頭がグワングワン動くタイプの、そうそう寝てると、あ、ネックピローね買ったのにね、なんか買ったはいいんですけど、持っていくのがちょっと大変で、はい、なんかまあいいかなってなっちゃうんです。めっちゃ見にくそう。そうなんよ、文字が。うん、お母さんの反応？大丈夫だよって言ってくださいましたまた側が好きって感じ。そうだね、窓側にもいい良さがあるし、通路側にも良さがあるよね。か通路側とかはさ、ゴミ捨てに行けたりするじゃん。私よくコンタクトをつけたりしたい人なんですよ。だからこうつく前に鏡のとこ行って、あのコンタクトとかつけたいから、結構ね C やったら嬉しい時もあるけど、そう寝やすいのはやっぱ A で、そうフ隣が知らない方とかだったら、メンバーじゃなかったらなるべく頭が動かないようには気をつけてる
今日はもうめっちゃ眠すぎて移動中 B だったけど寝ちゃったけど、まあ隣が女性の方だったからまあいっかなと思って寝ちゃった。新幹線の中ではそうコンタクト外してるの痛いから。寝相が悪いわけだね。いや普通にベッドとかで寝てるときはそんなに寝相は悪くないけど、こう座ってたらめっちゃ頭がグランって。そう隣の人に頭ぶつけるあるのかな。でもこうやってなっちゃったことあるかもしれないから、その時は本当にごめんなさいと思って、なるべくメンバーじゃなかったらあんまり寝ないように心がけてはいる申し訳ないじゃん、知らない方だから。A と C に座っとって B の人がいなかったらさいいんだけどさ、 A、B、C 埋まっとる時はね、そうなかなかジャンプするみたいな、あこうやってこうやってそうふふ、横川ひなさんだったらわざとってこれか、来てほしい来て、女性に降りかかないと降りる気を降りられます。そうだよね、困るよね。でも困るよね、あい。左の顔しか、ほんまや、いつの間にか左の顔しか見えない、誰かかりやすいメンバーでもね、基本いつも A と C で B がいないことが多いんですよね。そう、周りがソラちゃんと思ってるかかる、うん、もたれかかれるけど、普通にメンバーにもさ、もたれかかったら申し訳ないから気をつけてるよ、メンバーにも全員にうん、なんかこの間多分ソラちゃんにもたれかかっちゃいそうになってごめんって言った気が、言ったと思う、多分言ってごめんねっていう会話をしたと思う。そう、思っただよな。え、でもさ、どっちかが重くなっちゃうくない？なんかそんなことないっけ、わかんないけど、まあ申し訳ないから、誰でも誰でも気をつけるよ、それもなるべくね。でも頭グワングワンしちゃってるかもね。最後ロソン放課出てないね。あ、まず魚の企画も一切撮ってないから、そう悲しいね。
トマトボポさん、トマトポさん、ハタありがとう。ふくちゃん、きのこありがとう。ドラガンさん、ドラマありがとう。でんでんさん、ハタありがとう。ドラガンさん、ハタありがとう。石田さん、ハタありがとう。ゆたかさん、ハタありがとう。やくのすけさん、きのこありがとう。他のわためさん、ハタありがとう。ザッキーさん、星ありがとう。リュウヤンさん、ハタありがとう。ゼタさん、ハタありがとう。トカッティーさん、星ありがとう。ベガスマさん、ハタありがとう。ロイ・マトゥーラさん、ハタありがとう。タカノーさん、ハタありがとう。たかちさん、きのこありがとう。ゆうねむさん、だるまありがとう。ゆうさん、あたありがとう。よいしょ。こんばんは。ぬこもちゃんね、そう、でも、ね、遅い、いつもより。おはよう、おはよう。さかなもちゃんはいや、そういうやつではない。ずっとやってるやつだと思うけど。これはランキングはどこで見るの？これか、ここか、見れた。だんだん横もんじゃないけど、よかった、ごめんね。今日明日治るといいけど、配信が結構違う。え、わかんない。配信側は一緒だけど、この数の数字とかは違うね、今までと。今日今日はメイクさんにメイクしてもらったんですけど、私がいろんな場所で寝すぎて、ほぼなんかほぼ泣いてる。そう、あとこっちの目がすごい痛くなってしまって、そう、ずっとメイクしてて痛くなっちゃって、この目は抜けました。さっきこっちはすっぴんで、こっちだけあるけど、でも桃花がめっちゃ寝すぎてほぼない。画質がいいのはなんでなんだろう。寝っ転びながら見て。お姉ちゃん感ある？寝すぎた、寝た。そう、でもなんかもう寝ないと体調が悪くなりそうで、ちょっと寝たけど、この後も寝れそう。今日の目こと、今日でもね、薄いんだよね、髪が。ちょっと、まあ、もうちょっと抜いてるけど、巻いてるからかな、寄り添うもあるかな。
唇の色ピンク、ピンク可愛いでしょこれ。こんばんは。ちゃんと寝てね、ありがとう。ちゃんと寝ます。こんばんは。あ、そうだ。なんだっけ。あ、先日配信。1日遅れになりそうなんよね今のところ。そうだから、なんか予定だったら20日らしくて、ももの本当の1000日は。そう、19って言ったんだけど20らしい、20日らしくて、21日にぴったりしたいから。そうだね、1日そうどこかで調整するかも。ちょっと忙しいとかの日に、今日だけはちょっとチケットかの関係でお休みして、21に合わせるかも。そう、20がちょっとお仕事で、で21もちょっとお仕事なんですけど、夜は大丈夫って聞いたので、夜っていうか夕方ぐらいからは大丈夫って聞いたので、はいね、土日がちょうどだったらよかったけど、まあでも直接じゃない、ぴったりできるだけすごいいいよね。20が1000日、そうなの。でも20はちょっと配信っていうか難しいので、21日になりそうです。もう予定まだそう確定ではないけど、マネージャーさんに相談して、まちゃんのクリアファイル使ってくれてるの？ありがとう。嬉しい。木曜、来週木曜、うん。先日まで、いや戻るやろさすがに。明日にはきっと戻っとると思うけど、ちょっと再起動して直そうと思います明日。今日はちょっとごめんね、新鮮ということで。21私のオーディション番号だから。ずっとこれはやばい、千日の配信これはやばいよ。もうなアバター、もう本当にどうしよう、今どうしよう。こんなに早く千日が来ると思わなくて、なんかどうしようってなってるんですけど、合間合間にちょっと考えてみます。2種類ぐらい考えて投票で決めたいなって思ってました。ノープラン、え、なんかいろんなものを今までに配信で書いてるんですけど、どういうものにしようかっていうのはまだ、え、怖いやつは怖いやつっていうか、じわじわ来る系のやつもそうあるんですけど、その時はみんなに結構却下されちゃったので、ちゃんとなんか可愛いやつと私の好みと2種類考えておきます。カチッって音いい。そう
アバター初めてかな、私が作るやつは。そう、生誕っていうのはまだね考えてる。無に桃かしら。あ、桃が分かりやすいよね。でもだってなんかさ、なんやろうか、例えばウサギとか書いてもさ、まあ、桃がアイコンにしてるお姉ちゃんが書いたウサギはなんか面白いからお姉ちゃん書いたんだなって分かるけど、可愛いウサギさん書いても多分誰が書いたか分かんないよね。で袖ないとか、袖ありますね。え、肩袖はあるよ。そうなんよ。チリパレキャチル、うん、噛んじゃった。ノースリーブじゃない。ちゃんと半袖よ。ほら。誕生日のプレゼントも考えなきゃ。ありがとう。そういえばお誕生日もなんか近くていろんなイベントがあって、すごいすごい、なんかいっぱい考えなきゃってなってる。そう、なんだっけ、そう、アバター、千日のアバターとか、千日配信で何するかとか、あとなんだろう、生誕のスピーチとか、あとはあ、あとファンミーティングもまだ全然決まってないけど、ももの日にちもまだわかんないけど、あるから結構盛りだくさんなので、ちょっと頑張ってね。まあ54、先読むか遅くなっちゃったり関係ね。お祝い企画、そうやね。そうやね。しかも冬ってイベントでなんかお正月とかクリスマスとかハロウィンとかいろいろあるよね。すごい毎月いろいろある。ファンミーティングね、私もまだ何日か分かんないよね。まぼろしさん、ナイフありがとう。としさん、ハートありがとう。テリーピーさん、きのこありがとう。たくきさん、ハートありがとう。シャヌキニューさん、きのこありがとう。ケイスティンさん、だるまありがとう。きびだんごひこにさん、ハートありがとう。たるいもさん、だるまありがとう。だいすけさん、だるまありがとう。はっぴょのピーさん、ハートありがとう。のうやしひろさん、ハートありがとう。ゆびさまさん、きのこありがとう。メガバイトちゃん、かわいい、ありがとう。ドラゴンさん、だるまありがとう。ランキング読むね。ちょっと遅くなったらごめんなさい。今日も、あ、13位と、あ、違う、間違えた。待って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 、わからんなってる。
13位のゼータンさん、ありがとう。横向きでもかわいい、ありがとう。12のベガスマンさん、ありがとう。11のケイスティンさん、ありがとう。横向きな感じを見てます、ありがとう。嬉しい、ありがとうね。10位のマッピアノノッピーさん、ありがとう。横向きも新鮮で可愛かった、ありがとう。直しとくね。9位のドナガンさん、ありがとう。もーちゃんと楽しい予定がいっぱいで嬉しかったよ、ありがとう。これから楽しもうね。8位のたかきさん、ありがとう。寝る前にもーちゃんの笑顔に笑顔、もーちゃんの笑顔を見れて癒される、ありが大好き、ありがとう。嬉しいです、ありがとう。7位のあすこさん、ありがとう。6位のこうじさん、ありがとう。お話し会追加したよ、なんか新鮮で面白かった、よかった。また直しとくよ。5位のザッキーさん、ありがとう。あーもっちゃんかわいいね。お、すごい、両足もものまって書いてある。ありがとう、言い置いてずっと。4位の福ちゃん、ありがとう。お話し会楽しみです、ありがとう。私も楽しみにしてる、ありがとう。3位のテリーピーさん、ありがとう。2位のターさん、ありがとう。リッセンにもたれけられたら、どういうことだ、ありがとう。1位のたーちゃん、ありがとう。今日のももちゃん、かわいさもしもし、ありがとう。ちょっとね、目が垂れ目かも、眠くて。そう、横ごめんね、ちょっと読むのが難しかった。おやすみ。レアさん、ありがとう。大熊さん、ありがとう。マックスさん、ありがとう。バイバイ。おやすみー。